どう違うのか。サマーカーニバルシリーズのね、ファミコン版のね、サマーカーニバル92劣化から始まったシリーズっていうかね。どうちゃうのかな。こっちはね、さっきのとね、残機多めに、あ、そうか、残機、さっきのやつは、そういえば残機ね、設定してるから多かったんですね。忘れてた。多めなんですね、って自分で設定したのにね。あ、同じか。あ、曲も同じやしね。さっきのね、ネクスザール、さっきやったやつとね、ちょっとどうちゃうのかな？ちょっと違うだけかな？ゲームとしてはまあね、同じような感じですよね。ネクスザールスペシャルなんですよね、こっちはね。あ、この攻撃はなかったな、さっきのネクスザールには。なかったっつうか、たまたま取らなかったのかもしれないけど。ああ、食らって持てたな、今のは。あ、なんか出た。てか、こっちの方がパワーアップの種類が多いってことかなのかな？さっきのね、ネクスザルと違って。かなり強力になってますもんね、パワーアップがね。だから進みやすくなってるってことですね、おそらく。危ね。ああ、やられた。パワーアップが2つ出てたな、今。でもさっきのワンというかね、さっきのネクスザールの時よりは進んでますよね。ああ、またここでやられた。同じとこでやられてるやん。うわ、むずい。難しさ、難易度は変わってないね。一面からめちゃ難しいっていうね。全然進まへんやん。レーザーはきついよな。うわ、弾幕がすげえな、これ。むずすぎや。
いやー、これ同じところから何回も、ね、やられることに始まるから、クイックセーブ使いながらやったらもっと進むんでしょうけどね。そういうタイプのシューティングですよね。あー、これ無理ですよ、これ。この一面むずすぎでしょ、これ。激ムズもええとこですよ。一面でこの難易度はきついなぁ。これはちょっとむずすぎです、むずすぎでしょ、これ。いくらなんでも。鬼畜レベルの難易度ですね、これ。超鬼畜リチューティングっていうイメージですね。鬼畜すぎですよ。うわ。うわ、無理や、これは。無理。はい。はい、終わりします。